はいえー、今回はワードプレステーマの失敗しない選び方講座ということで、ワードプレステーマ、いろいろあって、えー、無数にあるとまでは言いませんけれども、まあ、めちゃくちゃいっぱいあるわけですね、えー。その中で失敗しない選び方というのを今回紹介します、えー。ワードプレステーマの選び方と,、ね、と SEO 対策に関して、あと値段をけちると、後でとんでもないことになるという僕の実体験もありますので、ぜひ聞いていただけたらなと思います。 はい、で、えー、公式 LINE やってまして、えー、個別ブログサポートもやっておりますはい、えー、ぜひ、ま、LINE では、えー、質問とかあ受け付けております最新情報とか、ねまあ、いろいろ副業に関する情報も発信しますのでぜひよかったら登録してみてください動画の概要欄にありますはい、で、えー、まずワードプレステーマの選び方なんですけどもおーテーマで一番重要なのは結局簡単に設定できて まあ簡単に難しい設定をって言ったらいいんですかね。えーまあ、簡単に、何、えー、ですか、他のブログに負けないような設定ができるっていうのが一番のお、まあ、メリットなわけですね。コ、えード、まあね、難しい、なんか半角英語みたいなコード、あれをいじゃなくていいわけですい。いいようにするためにテーマを選ぶんですけど、おデザインだけ選ぶとね、ちょっと大変なことになります。でデザインで、えーまあ、デザイン確かに大事なんですけれども、何ですかね、 やっぱり操作面ですよ。早く記事を書くのが大事で、デザインよりも一刻も早く記事を書き始めること。本当にこれが大事です。だって記事数ないとアクセス来ないですし、ブログを運営、も何ヶ月か運営した方ならわかるかもしれないんですけど、全然 PV 数来ないんですよ。だからデザインも何もないみたいな状態になるんですね。最低限のデザインは確かに必要なんですけれども、おやっぱり記事が重要です。で、えー、テーマ選びでよくある失敗が、 デザイン性もあるけど、操作が難しいテーマを選んでしまう。記事を書き始めるまでに時間がかかりすぎてしまう。で1記事にかかる時間が大きくなりすぎて成果から遠のくというね、えー。とにかく記事を書く時間を、ね、最低限にしたいわけですよ。おまあ、最低限というか、ね、手を抜くわけじゃないですよ。手を抜くわけじゃないですけど、よ余計な行動をできる限り避けたいということですね。うんでえー、なので、最低限のデザインと操作性の速さで選んでください。 ブログは作業時間の9割、もう記事執筆になります。もう基本的に記事、記事、記事、記事なんですよね。えー、なので、まあ、設定で、まあ最、最初はね、どうしても手間取ってしまうんですけれども、その手間取りをですね、最小限にしたいところですね。で、あと、ワードプレステーマを選ぶときに、複数サイト使用可能のテーマがいいです。まあ、あのほとんどが複数サイト使用可能になってまして、一、えー、つのサイトしか使えないテーマはほとんどないんですけれども、まあ、あります。なので、気をつけてください。まあ、僕が使ったテーマだと、ストーク。 まあ今、ストーク19ですけど、えー、以外は複数サイト使用可能のテーマを使っています。ストーク19はだめです、はい。なので、複数サイト使用不可のテーマは選ばない方がいいですね。将来のためにも。はいでえー、次ですけれども、ワールドプレステーマの選び方に SEO 対策が重要かってあるんですけど、おまあ、正直なところ、SEO 対策ができてるかできてないかって分かりにくいですよね。<laughs> 分かりにくいですよね。 このテーマの SEO が良くて、このテーマは悪いみたいなあー判断が正直できないんですよ。できないんですけど、安心してください。基本的に大丈夫です。ワードプレステーマ、有料のテーマだったら、どれでも大丈夫ですけれども、なんか聞いたことねえなみたいなやつはやめてください。大、は、体、いえー、いい名前が出てるやつだったら、まあ大丈夫です。どれやっても。 実際僕もストークでも1位取ったことありますし、あとザットオールでも1位取ったことがありますし、この今使っているエレファント3ってやつ、皆さん知らないと思いますけど、まあ、それでも1位取ったことありますし、まあ、どれでも1位取れるんですよね、正直。なので、そこまで大きい差はないかなと思っています。ただ、有料である程度、知名度があるものを選んでください。でこ、ここに書いてました。ごめんなさい。検索1位を獲得したテーマ、先ほど言いましたけど、これですね。はい。 なので、まあ、SEO でめちゃくちゃフリーになって、このテーマ選んだからオワコンだみたいなのは、うん、正直ないですね。ないですけど、まあ、有料テーマの中である程度有名なやつは選んでくださいということですね。はい、で SEO で上位表示できないのは基本的にはあ記事とかサイト設計の問題が大きいです。このテーマ選んだから1位になりますみたいなの、ね、もうあ,のあんまりないですね、正直、うん。ないです。どれでも1位は取れます。どれでもごめんなさい。さっき言った有名なやつね。有名なやつなら1位は取れます。はい で、次なんですけれども、絶対に値段を切っちゃいけませんという話で、えー、ワードプレステーマを選ぶときに気をつけなきゃいけないことは、値段を切っちゃいけないです。本当にこれはね、あの僕は切りました。昔、えー、2017年にブログを始めたときは、無料ブログで、えー、あ、ゃあ2016年の末に無料ブログで始めたんですよ。で、2017年にワードプレスブログを始めたんですけど、無料テーマでやりました。はい。激甚しました。最終的に有料テーマ変えました。で、えー、 じゃあなぜ消しちゃいけないかっていうと途中でテーマ変更はできないそして将来の努力は無駄になるこの2つなんですねでまず途中でワードプレステーマ変更できないと思っていいです、まあ、できるんです厳密にはできるんですよ厳密にはできるんですけどめちゃくちゃ大変ですこれであのー、僕も無料テーマから有料テーマするときにまあ大変でした何が大変かっていうとデザインですよね吹き出しとかのデザインは全部あのー、なんか吹き出しやるときになんか変な なんか何ですかね。コードっていうか反、半角英語、コードですね。半角英語を入れなきゃいけない、入れるんですけど、そういうのを全部文字化けみたいなします。はい、もう大変です、とにかく。とにかく大変。えー、全部直さなきゃいけないんで、えー、それは大変ですよね。まあ、10記事ぐらいだったら全然直せるんですけど、例えば50記事とか100記事書いたあブログのテーマを変更すると、これは大変です。まあ、いろんなね、直し方あるんですけどね、実際は。一個一個全部、ね、直す必要はない。厳密にはないんですけど、大変なんで。 テーマ変更できないと思ってください。はい。なので、えー、最初からね、えー、いいテーマっていうか、まあ、ある程度ね、そこそこどテーマを使ってください。テーマ代を節約して後悔している人何人もしてますし、僕の経験からもきちない方がいいです、最初は。はい。後で直すのが大変です。ただ、直す、あのこの過剰書きとか、なんてうんですかね、元々入ってるって言ったらいいのか分かんないですけど、ワールドプレスで元々できるようなやつは別にそのまま反映されます。過剰書きとかね。はい。見出しも見出しで、えー反映まあ、新しいテーマに。 テーマの見出しに反映されますけど、お吹き出しとか、そのテーマ独自のデザインに関しては反映されませんので、気をつけてください。本当にこれは、ね、大変ですよ。で、将来の努力が無駄になる可能性あります。ね、値段決して無料、ね、無料テーマでやったらやっぱり不、ね、利ですね、正直ですよお。見た目的にも、まあまあ、ほぼ見た目的になんですけど、不利ですし、まあ、できることも少なくなったりする。まあ、国運はかなりできますけど正直でききまますすけけどど正直もお やっぱりちょっとね、違うんですよ。なので、えーまあ、将来無駄になる可能性があるんでね、えー、初期投資はもうしょうがないと腹をくくってやりましょう。まあ、1万円から2万円ぐらいなんで、えー、なんとかなると思います、はい。で、先ほど言った複数サイト負荷なんですけれども、まあ、ちょっと具体例を出しました。一番安いのはストーク19。 っていうのを僕は使った中で一番安いのはストーク19だったんですけど、1万1000円だったんですが、複数使用不可です。複数サイト使用不可ということで、あとザットオールとかフィンガは1万5000円前後なんですけど、複数テーマ使用可能。2つ以上ブログ作る場合は複数テーマいサイト使用可能の方がいいですね。はい。 あなので,で、まああの、1個しかブログ作らないっていう人結構多いですけどねあの、半年ぐらいブログするとした人に聞くと、やっぱりもう1回作り直したいとか、あ新しいブログ、特化ブログ作りたいとか思う人も結構いるんで、やっぱり複数サイトを使用できた方がいいかなとは思いますね。はい。で、知っておきたい、えー、ワールドプレス有料テーマの優位性ということで、まあ、明らかに優位性はあります、正直。で、えー、まず1個目がサポート面が優遇されているということですね。で、えー、有料テーマって大体、 操作マニュアルが配布されたり、コミュニティがあって質問ができたり、まあ、その他特典があるものがあるんですよ。おーなので、やっぱり分かんないときとかに質問できたりするのは有利ですよね。はい、あとマニュアルもあるのはやっぱりいいです。はい、分かんないところすぐ解決できるんでね。まあ、マニュアルあっても結構難しかったりするんですけど、おないよりはあった方がいいですね。であと、有料テーマの方がしっかり更新される可能性が高いということで、ワードプレステーマで更新されるんですけれども、お まあ無料テーマだとですね、まあ、お金が入ってこないんで、まあ、熱意は正直ないですよね。ないないないとは、これはちょっと語弊がありましたね、嘘ですね。嘘です熱意は、まあ、あるんですけど、やっぱり有料の方がちゃんとしてます。はい、ちゃんとしてますよ。なので、えーまあ、無料だったら、本当に、ね、サービス終わるとかもあるかもしれないですからね、採、え、算、ー、が取れなかったらあ。なので、やっぱり有料の方がいいかなと思います。ただ、有料もですね、あのー、正直そんなに有名じゃないやつだったら、ちょっと怖いので、えー、やっぱり知名度があるやつがいいかなと思いますね。 で有料かつ人気のテーマは大外れがないです。本当これは大事ですね。えー、テーマで大外れを引くともう <laughs> どうしようもないですしね。えー、なので、まあ、外れがなくて、ないテーマを選んで,で、大当たりの記事を書くということです、はいもう無難なき。無難なテーマでいいです、テーマに関しては。でえー、テーマ紹介なんですけど、まあ、ザ・トオルールとアフィンが。 2、ね、つあります。2つう紹介しましたで、えー。パソコン慣れしてる人だったらフィンガーかなと思いますね。ちょっとね、あのー、難,し難しくはないけど、まあうん、パソコンで本当に、なんていうんですかね、パソコン操作に苦労する人はちょっと難しいかなと思いますね。でえー、デ,ザインとそデザインと操作性、ザッとールということで、まあ、初心者の方だったらザッとールの方がいいかなと思いますね。着せ替え機能がありまして、えーまあ、一発である,ある程度のデザインはできます。はい 本当にパソコン難しいなっていう人はざっとで、慣れてる人はアフィンガーがいいと思いますね。ちなみに僕のテーマはエレファント3ってやつなんですけど、これはお勧めしません。ちょっと高いです。2万円以上します。はい、でサービス集客には向くんですけれども、アドセンス広告を設置するのがね、ちょっとややこしくあのそういう、そういうテーマじゃないんですよ、これ。なのであまりお勧めしません。おすめはあしません。はい、多分初心者さんは、ね、アドセンス広告とかがっちり貼れた方がいいんでいいですし、まあ、アフィリエイトメインだと思うんで、この2つのうちどっちか。 いろいろ、な他にもありますよ。他にもありますし、他のテーマはだめではないです、全然。ですけど、まあ、この2つを選ばせていただきました。まあ、僕はザットルの方が得意ですね。で、えー、最後なんですけれども、ワードプレステーマの選び方は、ね、値段を蹴散らず、操作性重視ですね、はいでまあ。本当に簡単に操作できるっていうのが大事です、ワードプレステーマは。でえー、あと、まあ、デザインですけれども、最近のテーマは、ね、ある程度、まあ、デザインできますし、そんなにね、 えー、めちゃくちゃなデザインになることはないんで、ぜひぜひ、えー、ワードプレステーマを選んで、ねえー、この動画の基準で選んでいただきたいなと思います。最後まとめました。ワードプレステーマ、あーこの記事の概要あ、この動画の概要ですけど、ワードプレステーマは変更できないと思った方がいいと。あと、お金を消してしまうと、あとで相当苦労することになるとで。デザインより早く記事を書くことを優先する。有料テーマの方が有利であると。SEO 的にはそんな差がないやということです。と、はい、いうことで、今回の動画は以上です。ありがとうございました。